皆さん、ご視聴ありがとうございます。今夜は、グランツーリスモ7のライブ配信をやっていきます。このライブは 1440p の画質で配信中です。ぜひ高画質の設定でお楽しみください。今夜はマニュファクチャラーズカップ第2戦に参加していきます。83-9-30 まで、トヨタさんと契約して全8戦に参加していきます。今夜のコースハイスピードリンク、レースレギュレーション、グア、4、車両、14周、アハタイヤ、ピットイン義務1回、レース詳細は説明欄に記載していますので配信と合わせてお楽しみください。はいどうも皆さんこんばんは、こんにちは、大丸のつぶやきライブです。今日は8月20日の土曜日、今夜はグランツーリスモ7で、今月からスタートされた公式戦マニュファクチャラーズカップ第2戦のオンラインレースに参加していきます。レースの詳細はさっきチャットで簡単に入力したのと、あとは、説明欄にも記載してますんで、もしよろしければ配信と合わせてお楽しみください。それとこのライブは、PS5 からの WQHD1440p の画質で配信していますので、もしご視聴中のデバイス回線にご負担がなければ、ぜひ最高画質の設定でご視聴ください。なんかもし無理なければプラスイヤホンとかヘッドホンとか、なんかちょっと耳に当てるものでご覧になっていただくと、よりこのグランツーリスモ7の映像と音の世界観楽しんでいただけるんではないかなと思います。さあということでやっていきましょう。次のレースは21-00です。はい、その通りです。失礼しました。いつもだいたいこのデイリーレースやってるんですけど、先週13日の土曜日からこのマニュファクチャラーズカップという公式戦シーズン2ということでスタートしましたんで、これに先週からチクチク参加をしております。8月13日土曜日から9月30日金曜日まで全8戦ですね。 GR3、GR4 のクラスですので、ほぼほぼ、レーシングカーに乗っての、争いということですね。走っていくコースはご覧の通りで、今日は第2戦ハイスピードリンク、これは実在はしないんですけど、グランツーリスモのオリジナルのコースですね。今日はここで、2レースほど走っていきます。9時からと10時からで、まだ16分あるんで、先週の振り返りですが、これ大阪府1位っていうのは多分参加人数少ないんでっていうことでしょうね。マニュファクチャラーランキング、トヨタを今回選んで契約している方々の中では今26位ということですね。ラウンド1第1戦が終わった段階でです。でリージョンランキング、アジア圏、それからオセアニア圏、主にオージーの方ですね、オーストラリアの方、ここら辺で、どれぐらいのクラスなのっていうので、今421位ということで、決して高くないというか後ろの方ですね。というのも、先週128ポイントというのはですね、ちょっと先週の模様アーカイブしてますがズタボロだったんでということで、ちょっとポイント、この GT1 クラス、 GT1 リーグの中ではポイント低い方ということで、421位、しゃあないなと、ここら辺を、今日ラウンド2第2戦で、
ちょっと取り返していきたいなという感じですかね。詳細はちょっと事細かめに説明欄にも記載してますんで、まあ、そもそもマニファクチャラーって何ぞやから書いてありますから、まあ、簡単に言うと、さっき言った機関、どっか好きな車のメーカーと専属契約をして、このグループ3クラス、グループ4クラスのそのメーカー、マニファクチャラーの車を貸し出してもらって、それに乗って全ラウンド戦っていくというようなことで、まあ、オイラはトヨタさんとトヨタさんと契約をしていただきまして、グループ4もグループ3もあれですね、スープラ乗っていきますね。ちょっとだけ見てみますか、紹介。今日はグループ4クラスなんで、先週走ったグループ3に比べると、ちょっと市販車寄りってとこでしょうかね。インテリアなんかも市販車ですよね、に似てますよね。リバリーはリバリーっていうのは、ボディのカラーペインティングを自分で遊んで変えられるんですけど、今回この GR4 クラスのスープラは、ニュルブルクリンクリバリーということで、支給していただいた、そのまんまかっこいいんで、いじくらずに乗っていこうかなと。GR3 クラスの方はちょっと自分でいじって、カスロールトムズ仕様にして走ってます。皆さん、お気軽にコメントチャットくださいね。このグランツーのことでもいいですし、それ以外なんか世間話でもいいですし、わちゃわちゃやっちゃってください。さあ、公式戦第2ラウンド、先週の借金を取り返さないとね。レギュレーション簡単に説明欄にも細かく入れてますんで、ご興味ある方は。全14周です。フルフルマッチングされると、16台参加ということで、オンラインレース、生身の方々とつながってやっていきます。スタートはローリングスタート、ちょろちょろちょろっと走りながらのスタートですね。予選が10分ほどあります。予選のタイムでスタートのグリッド順番が決まります。ガソリンタイヤは1倍1倍なんで、まあ、ほとんど消耗摩耗は気にしないでいいのかなと。ただし、ピットに1回は入りなさいと。なんでやねんって話ですけどガソリンタイヤ、補給したり取り替えたりする必要ないやんっていうレースなのに、なぜかピット1回入らなきゃいけないというね。非常に高速のコースですね。ちょっとオーバルチックなところもあります。で、使用可能なタイヤは、レーシングのハード、それからウェット対応ということで、まあ、ハードで走り切るといったところでしょうか。なので、ピットインはレギュレーションなんでしますが、止まってすぐまた何もせず出てくるという展開になるんではないでしょうか。フレンズさん結構出てますね。参加してんのかな。まあ、でも先週ほどじゃないのかな。グローバルランキング、左下、画面の左下にもオイラ記載してます。さっき配信前までちょろちょろ走ったレコードタイムが1分15秒200ということで、この右ですね。これが、グローバル、全世界でこの第2戦に参加している人たちの予選タイム、プラクティスタイムって言ったらいいのかな、の中では197位ということで、あ、さっきちょっと配信前に見たら189位だったんで、左下189にしてますが、ご容赦ください。まあ、その後ちょっと1時間ぐらいあったんで参加増えたのかな。で、さっき数えたら4409台世界中で参加されてるということなんで、先週が約1万台ぐらい、1万弱かな、配信時に8900台ぐらいとかって言った記憶がありますんで、まあ、今週は半分ぐらいですかね。
先週結構いい成績を残した人はちょっと温存して今週はパスっていう方もいるんじゃないでしょうか。こんな感じでございます。さあエントリーして、残りまだ9分あるんでちょっとちょろちょろ練習しときまっか。ちょっとねなんかパソコンがあれだな、ちょっと一瞬パソコン触らせてください。失礼しました。整いました。じゃあ、一杯目レモンサワー飲みながらやっていきましょうか。8分切りました。非常にアクセル全開区間が長く、基本的にはショートコースですね、ショートスプリント系のコースなんですけど、なぜ一周1分ちょっとですからね、まあ、そんな中をほとんどアクセル全開ベタ踏みで走っていくというコースです。さあ予選スタートまでマッチングまであと7分。車ボロボロになっちゃうんじゃないかっていうね走り方。あんまり配信向きのコースじゃないかも、映えないけど許して。さあ6分。こんな感じのスープラです。今の壁あんまり激突時間長いと、もしくは直角的にズドン行くとペナルティを取られちゃいますね。さあ5分切りました。もう少々でマッチング予選決勝といきます。
多分設定的には昼だけじゃなくて夜にもなると思いますよ。トラクションがかかってるようなかかってないような感じだな。なんかあんまり蹴ってる感じがしないな。乗りこなせてない気がする。3分半遅いな。さあ1分半もう間もなくです。いいね、このストレート、レモンサワー一口飲める余裕がある水分補給。さあ30秒まもなくですよ。さあ今週もやってきましたね。マニュファルクチャラーズカップ。割とオイラが乗ってるスープラは、このコースにマッチしてるんではないでしょうか。その優位性を活かせるか否や。ちょっと前後ろ間隔空けたいな。こっから10分間の、予選始まります。その予選の、タイム次第で
スタートの順番グリッドが決まっていきます。今日実は隔連というか、6時からの今日5レースですね。6時7時8時9時10時で、9時からこれ、このあと10時からこの2本配信でお伝えしてますけど、お伝えしていきますけれども、6時からのやつに、ちょっとこそっと出てみまして、感じつかみたかったんでね、レース感覚を。でさっきポイント128ポイントと先週のをお伝えしましたけれども、さっき1本走って224ポイント獲得ということで5位だったのかな。さあ配信1本目はいつも緊張しますね。スタートどうしよう、スタートの順番が肝だな。先行っちゃうか。先行スタート行っちゃうか。タイヤ、あ、タイヤ大丈夫かな。一気に行っちゃおうか。だらだら待っててもしゃあないもんね。前突っかいても嫌だし。すぐ飛ばしてくれるかな。予選始まりました。お、行った行った行った。 OK、 先頭です。後ろ出たね。あ、ちょっと感覚あるかな、後ろ。ラッキー。パンパン走っていきましょう。あれ、インターミディ履いてる人いるよ。気をつけな。さあこれはスタートしたばっかり、アウトラップですから、実質ここから。行くでいい。後ろ感覚あるね。大丈夫だね。前見晴らしよし。正解かな、先出て。ちょっと当たりすぎだよね。怖くて壁に近づけない。一回ペナもらったら 1.5 秒ぐらいだったかな。おっかないよね。とりあえず14周ペナなしがもう最低必須条件だよね。14秒だって早っ。あ、やっぱスープラ早いね。
向いてんだろうね、このコースに。 GTR 入ってきたね。よし、更新できるかもよ。レモンサワー、レモンサワーどうや、届かないか。前早いね。コンマ4秒。そりゃそうだよね、14秒台出してんだもんね。違うんだよ、この角度じゃないんだよ壁ドン苦手かも。早いなあ GTR。 やってもうた。レースでこれやったらもうあかんよな予選でよかったけど、今4位ですね。予選タイムがね。あ、なんか日暮れてきた。やっぱり夜あるよねこのレースね。さっきもあったもんな。結構ねホームストレートかっこいいよ、照明が。これぐらいか、もうちょいか。ブレーキいらないよな S 字。10分長いね。気になっちゃってしょうがないね、他の車が。さあここ集中、コンマ3秒差。前後ろともに。集中。どうや。結構良かったんじゃないかな今の。ブレーキいらない。
更新はできそうだけど前に届くか。だいぶ夕暮れ。ああ全然届かないね。後ろの GTR 近づいてきちゃったね。コンマ 1.3、 あコンマ135。みんな早いなやっぱ。180キープか。予選で何周走ってんの？まあ俺ら一番初めに出たのもあるけど、もうこれで終わりでしょ？ 8 本走れたんだ。なんとか GTR2 台ぐらいに、2台ぐらいで許せてもらったんかな。うん、前オージーだね3台とも。後ろが日本人の方、 GTR、 やっぱスープラ GTR か。 WRX とかきついのかな。全15台ですね。あとはシロコ、マスタング、アーマゲあたりがいらっしゃいますね。オージー対日本っていう予想です。さあさあどうなる。表彰台入りたいな。めっちゃ速そうだな。でもあれトップのスープラはもうちょっと気違いだな。前の GTR にどうくっついていけるかか。さあ決勝間もなくですよ。目標ポイント、さっき配信前に走った224以上。コース変えませんか？賛成。さあ間もなく決勝始まりますよ。多分18分前後ぐらい。さあ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 、先週開幕されました、マニファクチャラーズカップシーズン2ですね。今日は第2戦ここハイスピードリンクで、レース走っていきます。
今日の配信8時半から始めまして、これ1本目ですね。おいらこいつです。4番手トヨタさんと契約しましたんでスープラ乗っていきます。レギュレーション等と、そもそもマニファクチャラーって何ぞやみたいなのも説明欄に記載してますんで、もしよろしければ、配信動画と合わせてお楽しみください。あとこの配信、WQHD の 1440p 画質設定で配信してますので、フル H の1個上、 4K の1個未満だって、1つ手前、1440という画質設定、もしご負担なければおすすめです。さあ全14周ワンピット忘れずに、後ろ GTR、 とにかく前3台の、王子1台でもいいから仕留めていきたい。後ろに追いつかれないようにね。ペナなし、ピットインは状況次第で前詰まったら入る。行ってきます。なんで俺スタート遅いの？GTR 来ちゃったよ。もう早くも薄暗くライト点灯ってとこでしょうか。北海道だよね、一応設定上は。すげえ花火散らしてるな、勇気あるな。前1秒、後ろ GTR 0.5。 まず GTR と少しスペース作りたいんだけど早い。後ろの GTR と少しスペースを作って、まずは精神的に落ち着きたい。ほらほら、なんか電飾かっこいいでしょ。ちょっと前のスープラ頭出てるかな。そうでもないか。3台混在ってとこでしょうか。遅い。どんどん離されてるんですけど。
どんどん離されてるんですけど、GTR ちゃんの四つ目がどんどん遠ざかっていくんですが、なんかないかな、なんかおこぼれに期待する俺、なんかないかな。当たりすぎ。あれ？ゴースト？なんかあったか。残念。危ない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 。壁ドンするとこだった。おこぼれないかな。願ってたらおこぼれいただいた。全くの自力じゃないですが3位に上がりました。さあ逃げるぜ。前 1.7 後ろ1.2 ぐらい。やっぱり直線速いのかな GTR。 どうなんだろう。めっちゃ速くない？違う、角度が違う、全然速い。あ、またでもペナ取られてた。ちょっと動揺した。壁当たっちゃった。前早すぎ。置いてかれてる。後ろ2台いるね。GTR 早いな。前ピットインしたね。やられた。
スリップもらいたい。もう一台入ったね。押してあげちゃった。イン入ってくるかな。もうすごいね。オージーって感じだね。名前オージーって書いたんじゃん。OGR さんと OGR チーム。ああいう姑息なところ見習った方がいいよね。グレーな、グレーテクニック大事だよね。やられたら頭にくるけど。大丈夫、煙出てるよ。ちょっと詰まっちゃったな。ピットインするかな。よし、オーバーテイク。何時ぐらいなんだろう、北海道。忘れないようにしないとね。よし、改めて気引き締めてペナなし。ペナルティー気をつけて。
ピットどのタイミングで入ろうかな。12、13、14。もうちょっと空間できてからの方がいいかな。ギリかな。もう暗いね、完全に夜。そうだね、だ3番手4番手でしょ。どっちにしても次入んないとダメだもんね。交換しない、給油しない。じゃあなんでピット入るのってわけわかめ、昭和的わけわかめ。なに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 、何ホワイトラインカットした？ない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 、マジで嘘。うん、したかな。動揺してる。どこだっけ、ここだっけ。した？ちょっとこれ現場検証必要やな。何をした？俺は何をして3秒食らった？マジか、もったいねー。それなけりゃ表彰台だったのに。なんか今おいらやったことでご視聴中の皆さん、いや、やったよってなんか分かることあります？なんか俺走ってたから分かんなかっただけかな。ホワイトラインまたいだ？アクセル踏みすぎただけ？アクセル早く踏むとダメなんだっけ？
ちょっと、ま、よく分かってないルールが、分かってないペナルティをもらってしまった。楽しかったです。皆さんありがとうございました。さいなら。あ、最終4位ということで223ポイントらしいです。スタート前が224ポイントだって1ポイント減ということで、もし入賞してれば234ということで、もったいなかったな。何あのピットアウト。まあいいや、次10時からが楽しみですね。保存しました。一旦出ます。ない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 。次のレースは22:00です。間違えた間違えた。遊んでる場合じゃない。これじゃない。ごめんごめん。次のレースが22時からということで、今21時37分で、あと23分後予選始まります。ちょっと時間あるので、今の一レースかいつまんでちょっとリプレイ見てみましょう。ちょっと疑惑のペナルティ3秒っていうのもありましたしね。なんでやねんっていうね。前から行きましょうか。1番手オージーの方ですね。オイラと同じチームトヨタですね。スープラ。2番手が GTR オージーの方。3番手もオージーの方で GTR。 オイラ4番手で、トヨタ GR スープラ。5番手がこの真っ白い GTR 日本の方ですね。その後ろ走るのが6番手、OGR チームですね。スバル、よいしょ、WRX、7番手がアーマゲー、 GR4 クラスになると SL ですね。 SLS 日本の方ですね。8番手が、ワーゲンシロッコ日本の方。それを、テルトゥーノーズで追いかけていくスバル。スバルが3台連なってますね。青白白で、12番手シロッコフォルクスワーゲン。13番手青いマスタングに、おお、13、14、15混在してますね。マスタング WRX シロッコ、アグレッシブ。なんでやろな。なんかコックピットだけ見るとちょっと高速道路走ってる感はあるね。少しご覧ください。すいません、ちょっと1杯目のレモンサワーなくなっちゃいました。ハイボール入れてきます。
よいしょ、ガソリン満タンに入れてきました。2杯目はハイボール、角ハイボール。何だったんだろうあれ最後。ピットアウトした時のペナ、そっかそっか、どうしても壁削って走る、火花散る、まあ、夜の方が綺麗でしょう設定なのかな。おいら S 字遅かったな。ああ後ろの人ペナルティだったのかな、助かったね。ちょっと録音されてたもんね。ちょっと前見てみましょうか。スープラが少し抜け出てる感じかな。それを追うレッドブル仕様の、GTR 2台とも OG の方、それを追うオイラ、そのケツに、日本の方ですね、 GTR 後ろに、5番手スバルが煽りかけてますね。3、4、5番手争いはやってたんだ。だおいらそんな速くないってことか。スープラの恩恵をもらってなんとか保ってるって感じか。で前がピットインしましたね GTR で、繰り上がりのオイラ2番手で、後ろ GTR ぴったんこ。やばい、だからこの GTR 早かったんだな。なんとか刺したくて刺したくてみたいなね。でこれでもう前出られたんで一旦俺は譲った。うん、やっぱり3位この3台はちょっと争ってたって感じなのかな。次のレース10時からマッチングで予選決勝始まっていきます。もう少しお待ちください。今21時47分、あと10分ちょっと。
ちょっとおいら差しどころを伺ってるよね、どこで行くかみたいな。後ろにスバル来てんのは分かってるけど、やるよねやるよね、削るよね。ここでちょっとアドレナリン出たかなこいつって感じだった。こっから確か追いつくんじゃなかったかな。どついてる。でもお行儀のいいどつきだよね、ストレートに当たってるっていう横に飛び散ら散り飛び散らない範囲内でのグレーでどつかれたから、グレーでどつき返してるって感じだよね。これでもらったよね、もらったんじゃなかったっけ。そうだよね。これはまあ走りのテクニックの差というよりも、まあスープラの性能の恩恵だろうな。俺ら別にその格段に速い走りしてるわけでもないし。なんか綺麗ね、夜は夜で。あの橋からの景色も綺麗なんじゃないのゆっくり見てらんないけどさあそろそろなんで、ちょっと最後のちょっと早回しして、最後のあの謎のペナルティ見てみたい。リプレイで確認できるのかな。さあペナル違うや、ピット入りました。なんでこれ、なんで俺何したんだ。アクセル踏みすぎたってこと、速度違反か。どういうことわからん、わかりまちん。後ろのオージーさん、俺の赤灯3秒見てめっちゃ息巻いてるんだろうな。こういう時前ペナルティ3秒ついてる、なんか弱った草食動物を食いに行く肉食動物って感じなんだろうな。もうおいら動揺してるし、走り乱れてたし、多分で最後もう1台 GTR にもパスされて、
残念ながら表彰台を逃したと。なぜかウインカーつけたまんま、何だったんだろうあの謎の。よし、これで、今からのレースのモチベーションになります。今度こそ表彰台狙いたいけど、こういう時に限ってすごい強豪マッチングになったりするのかもなとか、ネガティブなこと言いながら。さあということで、リプレイ一旦切らしていただいて、謎のペナ3秒しつこいな。もう来週毎日のように一人ごと言ってるかもしんない。今日も走ってますね。はい、こんばんは。日さんいらっしゃい。走ってますよ。先週ボロボロのマニファクチャラーお届けしましたが、今週はなんかスープラに向いてる高速コースということで、非常に手応えはいいんですが、今4位でした。謎のペナルティー食らいましてね、あわよくばってとこだったんですけど、表彰台逃しました。なのでメラメラとこれからのレース、モチベーション上がってます。あと6分ですね。もう少しお待ちください。ちょっとね、すいません、お手洗い行かしてください。あ、どっちの方がいいんだろう。カウントダウンの画面にしといた方が分かりやすいかな。ちょっとすいません、離席します。よいしょ、失礼しました。戻ってきました。皆さん改めましてこんばんは。それから、後日アーカイブご覧になっている方々こんにちは、こんばんは。次のレースまであと3分ちょっとですね。皆さん、お気軽にコメント、チャット、わちゃわちゃやっちゃってくださいね。このグランツーのことでもいいですし、なんか世間話でもいいですし、わちゃわちゃ盛り上がってください。このライブ配信、12時って言ったらいいの ?24 時って言ったらいいの ?0 時まで。あ、違う。今日は間違えた。違う。23時までなので、あと1時間ほどですね。これから、10時スタートのレースに参加していきます。今日配信中は2本目ですね。冒頭いろいろお話ししましたけれども、先週8月の13日土曜日から、
開幕しまして9月30日までの全8戦、やっていきます。公式戦に参加してます。グランツーリスモワールドシリーズマニュファクチャラーズカップ2022シリーズシーズン2のラウンド2、先週に引き続き第2戦ですね。名前長いよね名前長いよね。先週ボロボロだった模様はそっとアーカイブしてますんで、一応配信やりましたけど、2本配信中走って14位14位とボロクソだったんで、ポイントも128ポイントということで振るわず、そこを、今週は何が何でも回収するということで、今1本走って223ポイント4位、謎のペナルティ3秒あったんで悔しかったんですけど、なので、なんとか表彰台入りたいなっていうのがこれからのレースの目標です。今日配信と同時に1杯目がキリンの本絞り、もうかれこれ半年ぐらいハマってますわ。もう無添加で、なんか居酒屋で、美味しい居酒屋さんで出てくる美味しいレモンサワーかのような缶詰、すごい美味しくてハマってます。今2杯目で各ハイボール飲んでます。さあ間もなくですよ、飲酒運転スタートです。あ、この配信何回か伝えてますけど、1440p の画質で配信してますので、もしご視聴中の、デバイス回線にご負担がなければ最高マックス設定でご覧になっていただけるといいんじゃないかなと。プラスなんかイヤホンとかヘッドホンとか挿していただいた方が、より右から左に車がヒューンっていうのが体感できるんじゃないかなと思います。おすすめです。さあ行きますせ。オイラは、先週開幕してからトヨタさんと契約をしていただきまして、GR3 クラス GR4 クラスともにスープラを貸し出していただいてますので、お借りしているスープラで先週今週と走っているという感じですね。で、先週はちょっと全然ダメダメだったんですけど、今週このコース、実在はしません、架空の、グランツーリスモのオリジナルコース、一応日本の北海道に実在するという設定の、ハイスピードリンクにはこのスープラ、走った感触でいくとすごく向いてます。なので絶好のチャンス、今週はポイント貯めていきたいと思います。全何台マッチングされたの？12、13、14、15台ね。ほぼほぼフルフルのようです。どんな感じ？スープラいるの？スープラやっぱりスープラ GTR だね。このコースは高速コースだからね。クラス的には皆さん A プラスクラスということで、非常にゴリゴリなタフなレースにまたなりそうです。タイヤ摩耗、ガソリン消費はほとんどないと気づかなくていい感じ。ただしなぜか謎のピットイン1回しなさいなんで、ピットインして何もせずに出てくるというのをどっかのタイミングでやろうと思ってます。さあ予選間もなく、もう飛び抜けて初めに出たい、先頭で走っていきたいな、気使いたくないな、お願いします。さあ今日配信2本目マニファクチャラー公式戦予選始まります。よっしゃラッキー、先頭もらいました。
あ、今回なんか赤い国旗多いね。チャイナ系の方多いね。あれ真ん中の星どこだっけ。台湾？香港？さあ、ピットから出たばっかりのこれアウトラップなんで、このカーブ曲がりきってホームストレートから実質予選スタートですね。お客さん入っとるやん、右側。やっぱりお客さんいると嬉しいね。予選10分なんで7、8本。あー緩めちゃった。予選10分いいよね、精神衛生上いいよね。ちょっと遅いなこれ。ハイボールガソリン注入。さあ1分15秒1とか2ぐらい出したいな。さあ、おいら今7万手。現在予選中です。3万手。やっぱり壁ドンは180キロ切っちゃダメだよね。みんな早いな。怖い怖い怖い。今の壁もズルズルやりすぎるとペナルティ取られます。
1分15秒2とか3とか出したい。さっき2とか1って言ってたのに。前も後ろも僅差やね。あー緩めちゃった、遅い。してんねん。もうあと残り何本かしかできないでしょ。やばい、5番手に落ちました。そんなに言うても抑揚あるコースじゃないから、やっぱりスタートグリッドの番手は重要だよね。ハイボール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 、やばい、早いぞみんな。もうあと何本？これラストぐらいか。ああ当たりすぎ。今の S 字迷ってるよね、走り方を。ダメか。もう一本いける？さあラスト。あ、まだラストじゃないのか。ラストっぽいよね。どうだっけ。どうどう。あ、一番手上がったか。
何650でここまで出す？650ってあれでしょ、マクラーレンじゃなかったっけ。さあ予選順位決まってきましたよ。こんな感じですね。前が GTR スープラマクラーレンで合ってる？間違ってたら教えて。650、あれ1個下がっちゃった。アーマーゲーさん早い。おいら5番手、後ろにスバル2台のワーゲンスープラがいて、アーマーゲーアウディ GTR を BMW G70 ってなんだっけ、ジェネシス。今回ちょっと国籍豊かですね。チャイナ圏の方いて、オージーの方いて、これマレーシアかインドネシア、どっちか毎回覚えてないっていうね。スープラっていう名前なのにランエボ乗ってる。さあ5番手スタート、目標表彰台じゃないとこのポイント223超えらんないでしょ。行くで。さあ決勝まであと40秒ほどお待ちください。皆さんお気遣いなくレース中でもいいんで、なんかチャットわちゃわちゃやっちゃってくださいね。お好きなように楽しんじゃってください。さあさあさあ今夜配信中2本目ですね。先週から始まりました全8ラウンドを争っていくグランツーリスモ7公式戦ですね。マニファクチャラーズカップシーズン2に入りました。今週は北海道の、ハイスピードリンクを舞台に第2戦ですね、開催されてます。今日は6時、7時、8時、9時、10時の全5レース開催されてまして、さっき9時からのレース走りまして4位フィニッシュなので、おいらこのレース5番手いただきましたけど、何が何でも表彰台入りたいなと思ってますが、こういう時に限って、アドレナリン出すぎてポカするんで、ちょっとウォームハートクールヘッドでいきたいと思います。カタカナ使えばいいと思っちゃうやんってね。さあ行くよ、よっしゃ。まずは前のマクラーレンとアーマーゲをターゲットに、とは言いつつ後ろのスバル2台気を使いながらスタート大事よ。全14周ワンピット義務、行ってきます。なんか飛行機飛んでる。
さあ落ち着いていこう。さあファーストラップ、あーやっちゃった、うそー今日最後のレースなのにやってもうた。さあ今7番手2番手落としちゃいました。しかもペナルティ 1.5 秒、ここからどう復活するか。まだまだあるからね、落ち着いて落ち着いて。この先強制かな、そうだよね。さあ11番手まで落ちて、ここからどう上げていくかだね。後ろ BM です。あー1台クラッシュ、残念。ちょっと前コツコツやってんのかな。よし巻き返していかないと。前2秒、ちょっとスリップもらえるとこまで行きたいな。縮まんないな。前まだ固まってるよね。
ミスった。なんでやっちゃってんだろう。あれ、なんか急に最終レース調子悪くなっちゃってますね。ちょっとずれちゃってるな、修正しよう。あと半分。ということで単独の今13位でございます。先週と変わらんやみたいな。マジか。配信前の1本目、配信中のさっきの1本、2本めっちゃ調子良かったんだけどな。なんか気緩んじゃったのかな。言いながらも反省もなくハイボールを飲み続ける俺。当たりすぎだよな。あの3台やりたい。あの3台やりたい。まだあるまだある、大丈夫。ハイボールも9、10、11、12、13、14、まだあるまだある。よし、見えてきたで。諦めない、最後まで諦めない。すごい綺麗ね、なんか空見とれない、空に見とれない。よし来たぜ。さあ頭使え、どういく。どこで行く？
わあ、なんかまたやるとこだった ちょっと酒飲みすぎたか行けるな、この2台行けるな。行ける気がする。どこで行く？行けるかな？よし、行けた。左上、順位はオイラ3番ですが、まだピット入ってないだけなんです。後ろランエボついてきてる。話したい。よし、前スカスカ、走りやすい、マイペース。ちゃう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 マイペースちゃうよ今の。3秒もペナルティ食らったもんね。 1.5×2 でしょ今の壁で。何してんねんって話だよねもったいない。もうちょっとね、もう冗談抜きで気が緩んだね。あ、俺いけるかもとかちょっとおごったね。多分あぐらかいてた。反省配信中に反省。片や左下見て、14秒台出してる人いますよ。試しに壁に当たらない走りしてみたけど、ああダメかやっぱり。S 字が、おいら S 字が遅いのは分かってる。さあピット入るよ。
さっきのあれやめようね、ペナルティ。さあどこまで落ちますか。なんとか10位以内に入っておいてほしい。後ろ GTR 来てるね。さあファイナルラップなんとか逃げて、せめて9位でフィニッシュしよう。すごいね GTR、 キューン言ってたね。どうだろう、逃げられるかな。よし大丈夫。ふう一時はどうなることやと思いましたが、なんとか一桁台には戻しましてすいません、ご勘弁を。もったいないね、あの3秒なかったら。あの3秒なくても結構早かったんじゃないの前ね。まあ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 、次へとつながる一レースでしたね。保存して、ということで、最終レースが9番フィニッシュということで、今日224ポイント223ポイントもらってきましたけれども、このマニファクチャラーは1戦ごと、1日1戦ごと5レース開催されますけれども、一番最後のレースのポイントが、今回の第2戦の結果として反映されますんで、オイラは今夜は179ポイントで終わりということで、もったいない、50ポイントぐらいミスしましたけど以上でございます。なんだあの壁2回もやっちゃったんだろうな。さあ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 、ではちょっと今のレースですね、ちょっと壁ドン2回ぐらいやってお見苦しいかもしれません。あ、今の別にアーカイブでも見れるか。今日配信前に1本走ったレース見ますね。6時スタート、今日の、第2戦のファーストレースですね。配信前にちょっと試しに走ってみました。それちょっとご覧ください。18分ぐらいなんでフルフル流します。4番グリッドスタートでした。1番手コルベット、早かったな。それを追う GTR がこの赤いのと、このレッドブルと2台、このレッドブル何回かこう今日一緒になったな。そのケツにオイラが4番手でついてて、後ろ GTR 以下といったとこですね。ちょっとご覧ください。フルフル14周流します。
よいしょ、ちょっとすいません、席立ってました。今ご覧の今ご覧のリプレイは、配信前の夕方6時にスタートした、今夜の第2戦のファーストレースですね。ちょっとレース感つけたく試しに走ったリプレイをご覧になっていただいてます。なんかすごく短いコースだし、単純なコースがゆえに、なんかこうワンミスで一気に取り返しがつかなくなることになるということが、今日の10時からの最終レースで勉強になった一晩でしたね。淡々と同じ走りが14周できますかっていう問いかけなのかもね。
よいしょ。すいません、ちょっと席立ってました。あ、はーい、こんばんは、 YM さん、いらっしゃい。今日9時からと10時からと2本マニュー走りました。で、途中途中リプレイ流したんで、今ご覧になっていただいているのは、配信前6時からスタートのあのファーストレースの模様をご覧になっていただいてます。いやー、なんか最後10時からのレースでポカしちゃって2回も最終コーナー壁ドンしちゃって 1.5×2 3秒もペナもらっちゃって結果9位でした。もう悔しい。その前が4位とか取れてたから。でもね、マニュは最後のレースが最後にやったレースのポイントが反映されるからね、もったいないっていう、ちょっと悔やみながら角ハイボール飲んでますちょっと後ろのスバルバグってますが、ご視聴中の皆さんもどうなんですかね、今夜グランツーリスも走った方いらっしゃるんですかね。どうだったんでしょう。もうね、しかもなんかすごく悔しいな。まあ後悔はしないけど反省しないとな。最後ね、なんか別にバトって砕けたわけではなく、単純ミスだったんだよね。僕は22時枠1草の実で15くらいでした。ああ、そうでしたか。お疲れ様でした。マニューですよね。なんかさ、すごく単純で短いコースのがゆえに、なんかね、途中で9周目とか10周目ぐらいとかさ、毎回なんか眠たくな、うとうとしてきちゃうんだよね。うとうとしてたらさっきやっちゃったみたいな途中からご覧の方はぜひ、来週月曜日もしくは火曜日あたりにアーカイブしますんで、ご覧になってみてください。あとね、そうだそうだ、俺あんま詳しいことよくわかんないんだけど、このグランツーリスも、あ、違う、 YouTubeおいらね、DVR を有効にするっていう設定してるんで、なんか配信中でも、なんか巻き戻して見れるらしいよ。見れるらしいよって、みんな知ってるのかな？おいらだけかな？最近知ったの。集中力が保ちません。そう。なんかさ、景色映えないし、なんか直線長いし、なんかさ、すげえ眠たい時に高速道路でこう仕事上がりに帰宅してる途中みたいな感じでさ危ないよねほんと集中力保てないわマジで。この最終コーナー1レースで2回も削って3秒もらいましたわ。もう何してんのって感じだけどね。まあまあまあ、改めて次への課題が見つかりました。ちょっとすいません、今夜3杯目のおかわり入れてきます。なんか北海道のハイスピードリンクの夕焼け綺麗よね、空が
おいしょ、失礼しました。お、ちょうどピットインだね。ちょっと早めにピットインしたんだね。改めてご覧になっていただいているのは配信前に、今日6時からのレース1本ちょっとレース感をつかみたく走ったリプレイご覧になっていただいてます。なんかさ、このコース夜綺麗だね。いろんなこうなんかディスプレイが光光と光っててね、カストロールのなんか協賛ところどころ入ってるね。今日3杯目、今夜3杯目はグレープフルーツサワーにしました。キリンの本搾りです。美味しいよ、無添加、何も足されてないやつ。いやー、なんかしつこいようだけどマジ悔しいな、最終レース9位。いやー、もう絶対に表彰台取れたペースだったのにな。なんであんなことやっちゃったんだろうな。それはあんた酒飲みすぎの飲酒運転やからとか言われそう。せっかくスープラ乗らせてもらってんのにな。ちょっとトヨタさんに申し訳ないな。トヨタさんと同じマニファクチャラーでトヨタをなんとか1位にしようと思って頑張っている人たちに申し訳ないな。何してんねんって言われるよね。なんかこの橋が一瞬こうサンクロアっぽいよね。あ、そうかそうか、こっから一気に前3台がピッと入って繰り上がっていく感じか。なんかどうせ一回入るならさ、先に入っといてこう先行車両が入ってって一気に番手上がる方がなんか気持ちいいよね。たまたまかもしんないけど。うわ、後ろ3台出てきた、怖いねこれ。オイラみたいなあの草食動物が、なんか肉食動物、これこのフレーズよくライブ配信で使うんですけど、なんか肉食動物が草食動物を追いかけてるシーンみたいなね。まああの去年から引き続きやっぱりなんだかんだ言ってスープラ好きかなっていうので、なんて言うんだろう、 FR の後輪蹴ってる感がすごく良くて、今回のシーズン2もトヨタさんと契約させてもらいましたけれども、やっぱりスープラいいな、なんか車乗ってるって感じ。いい車いっぱいあるけどね、いい車がありすぎるんで、結局のところ相性とか好みとかフィット感で選ぶのかな。かっこいいねこの電光掲示板。さあ全員14周4番手フィニッシュということでしたね。リプレイご覧になっていただきました。先週先々週かな、ブラウンズハッチでデイリーレースの C ありましたよね。あの時にちょっとオイラまぐれにも覚醒して、なんとか
人生初の A プラスクラスにまぐれでなりまして、まあ、そんなこんながあってのいきなりマニュファクチャラーなんで、それは当然 A プラスの人たちと走らざるを得ないよねということで、先週はボロボロだったんですけど、今週は絶好のスープラ向きコースだったんで、なんとか成績収めたかったんですが、最後のレースは9番フィニッシュということで、ポイント忘れちゃったな、どれぐらいだったか、170とか180ぐらい、これすぐには反映されないんだったよね確かね。あ、そうだよね。明日以降多分反映されたら、今日の配信の説明欄に成績上書きして更新してお知らせします。ちなみに来週は、サルニーニャですね、 GR3 スープラ乗っていきます。で明日乗っていく車をちょっと紹介します。多分去年の9月から始めた配信では初めて乗るんじゃないかな。あんまり乗らないんですね、ホンダの NSX。 明日も乗っていこうと思ってます。 GR2 クラスですね。2020年のリバリーを拝借して乗っけてみてます。MR 車はニュルでケイマン走ったりとか、あとはこの間フランスでランボルギーニウラカン乗ったりとかしましたけど、それに続く MR ということで、ホンダの NSX 明日は走っていきますよ。でどこ走んねんって話ですが、まあ今日ちょっと悔しい感じ、先週に引き続き悔しいマニューファクチャラーでしたが、気分切り替えて明日はデイリーレース、今週の月曜日から、ABC この3レース開催されてます。でレイクマジョーレも楽しそうだったんだけど、やっぱり富士スピードウェイ走りたいなーって思い、このグループ GR2 富士スピードウェイに走っていきます。全6周で、16台マッチングフルフルだとね。でレーシングの久しぶりにソフトを履かしていただけるということなんで、行きたいと思います。で状況をいろいろ見ると、なんかさ、このクラスあるあるなんだけど、やっぱり GTR なんですって。でもなんかそういう長いものに巻かれたくないんでNSX 選びました。だってこれグローバルランキングでしょ、11位に NSX 走ってる人いるもん、27秒台で。だから、不可能ではないということで、あえて GTR には乗らずホンダの NSX で勝負していきたいと思います。ちなみに今、1318位、今日現在どれぐらい参加してるのかは分かりません。明日のライブ配信の説明欄には配信前に何台ぐらい参加してるか
表記しとこうと思います。この R ボタンをチク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 毎回1万2万3万と押していくんですけど、こんな感じで明日は富士スピードウェイ、好きな方もいらっしゃるのではないでしょうか。 NSX で走っていきます。ということで、皆さんご視聴いただきまして、コメントもいただきましてありがとうございました。日さん、 YM さん、ありがとうございました。今夜はグランツーリスモ7で今月からスタートされた公式戦マニファクチャラーズカップ第2戦のオンラインレースに参加してきました。いやー、スープラのね特徴が生かされるコースだったんで、まあ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 ポイント上げるには絶好のチャンスだったんですけどね1本目2本目までは良かったんだけどね、4位とか5位とか取れてね、最後の1レース、ちょっとお酒飲みすぎだという要因だと思いますが自爆してしまいました。反省反省で、来週にこの反省生かしていきたいと思います。それと明日は8月21日日曜日、今夜と違って定例の夜10時から2時間ほどのライブ配信やっていきます。同じくこのグランツーリスモ7でさっきお伝えした今週のオンラインレースで開催されている富士スピードウェイ、久しぶりに NSXMR 車に乗って走っていこうと思ってますので、よろしければ明日もぜひお越しください。お、スズキの新しいやつね、これシトロエンね、かっこいいね。ということで現在23時05分、そろそろ定刻になりましたのでこの辺でお開きにしたいと思います。最後まで皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。ではでは、次回は明日ですね、またお会いしましょう。じゃあねー。